この男は。もう知らん。早く食って早く出て行け。
雰囲気なんだよ。ここはお買い物以外だとお食事ぐらいしかできないですよ。私はお昼休みが終わってしまうのでちょっと急いでます。ではまた。
一郎何してんの？うっさー、そんなこと京一郎がするわけないじゃん。そんなの信じないもん。京一郎、昨日のミヤとかいう女だけでは飽き足らず、今日はキリにまで手を出そうというのか。はじめまして、京一郎さん。私、水口キリって言います。キリって呼んでください。舞子からいつも聞いていますよ。京一郎さんのことはかなり詳しくなっちゃいました。この話の通りの人だ。私が京一郎さんのことに詳しいのは、舞子がいつも京一郎京一郎ってうるさいからですよ。キリ？にゃ、事実だもん。そうだよ、京一郎をバカにして遊んでるんだもん。にゃにゃ、マイコ、フィクションは良くないにゃ。ノンフィクションだもん。マイコは可愛いにゃ。うにうに。こら、キリ、髪が乱れる。来ませんね。マイコ、帰るよ。ダメですよ、京一郎さん。そんな意地悪ばっかりしちゃう。はい、専門用語ではいけずって言うんです。
よく言われますよ。これからも舞子が嫉妬しない程度によろしくお願いしますね、京一郎さん。このまま京一郎さんが舞子の家まで背負って運ぶっていうのはどうですか？運んでやれ。この間夜中にわざわざ警察まで迎えに来てもらったんだろ。借りを返してやれ。